はい、対戦が終わりまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もうね、TG さんの球、ボール、ありがとうございました、ね。いやもうね、惚れ惚れする。ありがとうございます。なんか僕自分と真逆って言ったら もちろん真逆のはずなんですけど、自分のボールってなんかフェードでなんか薄いこうふわーって飛んでくるボールなんですけど。TG さんのボールってやっぱこう前に、うん、高さもあるのにこう前にちゃんと前に飛んでってくれるっていうのが、うん、やっぱ僕フェアウェイとかもともと苦手で、うん、でこの FX 使うようになって打てるようにはなってきたんです、うん、ただやっぱ飛距離をちゃんと求めるとか前に行かすのがちょっと技術がない、うん、クラブは良いんですけどもうこうボールが前に行ってくれないっていうのがちょっと悩みでもあって、うん、なんかスプーン、まあ、15度、これ15度なんですけど、こう距離を稼ぐ、うん、パー5のセカンドとかではちょっともうちょい距離があったら世界が変わるかなと思ってるので、うんうん、まあ確かに。じゃあちょっとフェアウェイウッドでこうしっかりこう前に行く、ね、そういう球が打てるようにちょっとレッスンしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあちょっと何球か一回スイング見させていただいて、はい、そこから行きたい。はい、ダブったら左、うん、そうですね、こういうの多いですね、うん、なので左足下がりとか、うん、もう全然当たらなくて、うん、下手したら空振りするぐらいな、はいはい、これはあるな、うん、まあ一個前 の、はい、あの右にこう低いスライスと、はい、今のスイングもほぼ変わりないんですよね、はい、手前にワンタッチ入ってるか、はい、まあ、直接ボールにコンタクトしてるかだけの話なんで、はい、スイングの軌道から言ったら基本的にはスライス上からこう入れすぎてるっていう、はい、まあ、長いクラブってもともと上から入れば基本的には直線的にクラブって降りてくるんで、うんうんうん、ロフトが死ぬ動きになるんですね、はい、でそうするともう溜まって上がらないっていう現象になるんで、多分そこの解決をちゃんとしていかないと、はい、ヘアウェイトって上がらないかなっていう。なんでちょっとそこを一回やっていこうかなと思いますね、はいはい、お願いします、はい、じゃあ、まあ、いつも通り一回構えてもらって、はい、ちょっと一回スイングの、はい、ご自身でやってるスイングのイメージを一回ちょっと見せてもらっていいですか、はい、自分の正面側にクラブを置いて、うん、この状態からできるだけ地面にあるボールはなるべくアウトサイドからこう、うん、カット気味に入れるイメージは持ってます、うんうん、なるほど。やっぱその分やっぱこっち側のフォローサイドが多分縮まると思うんですよね。あ、こう詰まっちゃうってことですね。そうです、詰まっちゃう、はいはいはい、なので、まあ、一回正面の動画とか撮った方がいいですかね。はい、うん、あ、ちょっと一回クラブ借りていいですか、はいはい、で今のを、まあ、なんとなくスイングだけでちょっとお伝えしていくと、はい、大丈夫ですか、ね、ちょっとまあ、あの真似させていただくと、はい、まあ、バックスイングまで良かったです、はい、でダウンスイングからこっちサイドに切り返していく動きは特に別に問題はないんですけど、はい、クラブがただ自分の上がってる胸元にこう対してクラブって最初構えてるわけですよね、はい、でバックスイングまで良かった胸元前にある、はい、でここからスイングしてくるときに脱線してくるわけですよ、はあ、前に出ちゃってるんですね、はいはい、これ前に出た瞬間にどういう風になるかっていうと、なのでもう全体的にこっち側が全部多分ビフォーのスイング見てもらうと、はい、フォローが結構詰まってるんですよね。でこれはまあクラブの、はい、まあ、遠心力を使うのに、はい、まあ、ウッド系って遠心力っていうか、はい、まあ、シャフトのたわみを使っていかないと、はい、まあ、この性能で上がっていかないし、うん、飛ばないっていう動きになってくるんで、はい、まず直さなきゃいけないのはこのフォロースルーをいかに出せるかっていう、遠くに出してくるちょっといい。そうですね、イメージはそうなるんですけど、はい、実際はクラブを振るときっていうのは、まあ、引っ張る動きからこうクラブって投げる動きに変換されるわけですね、はいはい、なので、まあ、上がってきてからダウンスイングっていうのはこれ引っ張る動きで勝手に溜まるわけですよ、はい、で溜まったものに対して今度は解放、まあ、溜まったものが解放されるっていう動きになるんで、はい、自分の軸がどん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 左にこうずれてったりとか、はい、前に出てくると、はい、クラブが溜まる時間がないんでフォローに転換されないわけですよ。結構あのドライバーもそうなんですけど突っ込むこと多いですね。なので、はい、多分上から入りすぎるのが基本的に今の、まあ、現状のスイングの悩みかなっていう感じですね、はい、なのでそこのフォロースルーを取っていく練習を、はい、まあ、スイングも含めてですけど、はい、このフォローにちゃんと
当たってからのこのフォロースルーでこう伸びていく、はい、勝手にですね、はい、この伸びていく動きをしっかり、まあ、作っていくっていう動きをやれればいいかなと思うので、はい、ちょっとそこを一回やっていきたいなと、はい、で一応あの、まあ、ヘアウェルトって、まあ、僕はまあクラブメーカーじゃないんですけど、はい、まあ、ヘアウェルトとかユーティリティってめちゃめちゃ簡単なクラブなわけですよ。なんで簡単かって言ったら、はい、まあ、ソールがでかいってことですよね。そうですよね、ここが。そうです。なんでそのソールを、うん、多分全然こうイメージされてないんだと思うんですね。スイング中。え、ちょっと待って、僕ソール、ウッドでですか？ウッドで、ウッドで。俺マジソール感じたこと、僕ここはなんか感じて打ってる。あ、面ですね。面は。うん、ここでソールですね。なのでまずちょっと一回スイングのこと行く前にまずソールを知ろうっていうところで。はい、ちょっと一回いつも通り構えてもらって、はい、ボールじゃないですか、はい、あ、ボールそのまま大丈夫です、はい、で今こう構えますよね、はい、そしたら多分今までの野沢のスイングってこれ、はい、これを面を意識してこう入れてるだけだと思う。あ、はい、そういうイメージです、はい、これ当てたい、これ一番良くないですね。やってます、うん、まあ、当てたいです、はい、パターとかでも基本的にはこれゾーンで動いてるわけですよ。はいはいはい、ですよね、はい、パターでもし当てたいってなったら緩んだり距離感を合わなかったり、はいはい、方向性合わないですね。そうなのでまずこのソールを上がってきたらちょっと自分の中ではかなりここから滑らせていくぐらい、このソールを結構まず一回入れちゃってください。ほう、もう刃から入れないで、もうソールです、ソールです。あー、ソールをとにかく入れてください。まず、あ、俺はダフっても前に行くなっていう、ナイスショットしようとするから難しくなるので、ソールをとにかく徹底してこう入れていくっていう。ソールを入れていく、はい、あ、打たない、はい、打っちゃっていいですよ、はい、そう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 、もう落としたら終わりでいい、はい、一応バックスイングはしっかり入れてください、はい、入れて落とす、そうそうそう、そうそう、まず上がる感覚が出てきますよね、はい、で今までとちょっとスイングが変わったと思うのが、はい、今までは左に引っ張って、はい、そうですね、こうですよね、はい、こうやってですよ、ね、こういうイメージです、はい、だけど今はちょっと多分ライン通り出てると思う、こっち方、はい、なので今ぐらいのところに出ていくっていうのを、はい、ちょっとそのダフって、うん、まあ、ラインがちょっと右に出るっていう定義だけ覚えておいてもらえ、はい、覚えておいてもらえるんですよね、はい、だからよくあのなんかプロの試合とか、はいはい、こう後ろ真後ろから見ると、はい、なんかドミニに飛んでるように皆さん感じますよね。はい、もう僕右にこの人たちプッシュさせてるのかなっていう、うん、はい、あれは右じゃなくてもともとボールと自分の距離ってつかず離れずの距離があるんで、はい、一回構えてもらっていいですか、はい、で構えてで一応まあボールがあったとして僕持ってます、はい、これであのバックスイングして、はい、でフィニッシュまで一回行ってみてください。ここに止まっててください。そうするとボールってここに飛んでくるんですよ。ほ、まっすぐです。え、僕すごい右に飛んでる感じします、うん、ここにあったボールがこう飛んでってるんで、ってことはさっきの球って右じゃないんですよ。そうなんです。え、このマットの方向ですよね、今構えてるのが。そうです。それを考えて僕こうやって考えた時にこっち飛んでる感じするんですけど、うん、確かにこのフィニッシュになった時に、うん、ここだったら、はい、このボールでいっちゃったらここなんですよ、飛んでる。それがまっすぐなんですか。そうです。ってことはご自身で今まで打ってたのって、はい、全部腹から出てるんですよ。はい、僕ここを上げてました。ここじゃないとまっすぐじゃない感じします。このフィニッシュで取ったらそこに出してるイメージですね、はい、ってなったら軌道上ってここに来てるわけですよね、はい、それも戻ってったら、はい、これがクラブが戻っていくと、はい、ちょっと戻してみましょうか、はい、って戻っていくと、はい、ここからこっちに振ってますよ。そういうことですね。ここに出てかないとこそっち出ないですもんね。ってことですよね。詰まってる、うん、ってなるとこのボールに対して野田さんがスイングしてたのって、はい、上から点で振ってるわけです、はい、上からこうやって入れてるから、こういう、そうそう、こうですよね、はい、なのでこっち側からまず入ってダフってもある程度滑ってくれるっていうのをまず感じないと、本質的にクラブがこう当たらないっていうイメージがついてるんで、はい、あんまり良くないと思うんですね。なのでまずその軌道を知るっていうところで、はい、もう一回構えてもらって、はい、でいつも通り上げたら、まあ、若干
まあ、こっちサイドからソール本当に入れてダフってっちゃっていいんで、ドンと、そうです、もう入れ込んでください。はい、入れてください。そうそうそう、ね、うん、上がるめっちゃ上がった。でこれをじゃあ本をどうやって捕まえていくかっていうのが、はいはい、あの最初のクラブの握り方だったり、はい、あのクラブのこのシャフトの使い方になってくるわけですね、はい、なのでまず今みたいに滑る、ダフっても滑るんだってなれば、はい、結構気が楽じゃないですか。すごい楽です。あ、もうあの手前からやったらとんでもないこと起きるんじゃないかと思って、綺麗、ね、にこうウェッジより下手すればシビアにこう入れていかなきゃいけないかなと思ってたぐらいです、はいはい、なんで、あんなダフっても滑るって初めて知りました。そうそうそう、なのでそこがまず一つ、はい、でそこからまあ今のがちょっと感じが自分でつかめてきたら、はいはい、やっぱフォローする側でどうやってそのシャフトのシナリオを最大化していくかっていうのが、多分ヨンさんのそのスイングの一番の根幹の部分だと思います、うん、なんでかっていうと、はい、さっきまでのスイングだと上がって突っ込むんで、はい、自分が構えてた軸に対して軸が一回左に動くわけですよ、はい、この時点でもうこれが振り遅れになってるわけですね。こう、はい、そうです。これこういうのってのは振り遅れじゃないんで、もう手元ここにいるわけですから。なるほど。こうなった瞬間にもう届いてないんですよ、これ。だから僕なんかそういう体を突っ込むことが多いんで、前に置いとかないとなんか不安っていうところがあって、うん、なのでそこの戻しのやつを今から戻し、そうです。これは振り遅れじゃないんです。ないんです、ないです。もうここにパッと戻ってるんで、これ振り遅れじゃないです。こうなった瞬間に振り遅れるんで、全部振り遅れてる気がするな、うん。やっぱ飛ばなくはなりますよね。これなんか僕なんかすごい全部に精通してる気がする。じゃあ、はい、それで今のまあダフっても大丈夫っていうのを分かったら、うん、はい、今度はちょっといつものボールの位置に、はい、でも、もう、はいはい、構えますと、はい、でウッドとかって、まあ、ドライバーに関してもですけど中心ですね、はい、クラブあった方がいい。皆さんの中心ってここですかね。これ中心ですかね、はい、これ中心ですね、はい、これ中心ですよね、はい、ちょっと正面から見る。あ、そうですね、はい、で中心にあってボールってまあ長いものになればなるほど、はい、ちょっと左サイドに来るじゃないですか、はいはい、なので自分の中心がここにあって、うん、一回バックスイングしてもらっていいですか、はい、バックスイングした時に今まではこの中心よりも自分がこう来ながらクラブを下ろしてるんで、クラブ、そうです、なのでこうやってシャフトがしなるのがめちゃめちゃ遅いわけです。ほう、遅くなりますよね、はい、そうですね。ここの中心で自分がパタンって戻ったらシャフトってペタッとこう戻るわけじゃないですか、はい、それがこうやっていってるわけです、はい、こういつもこの視界、そうそうそう、これがもう振り遅れってこと、これ振り遅れなんで、スイングはこう、まあ、タイプ的によって、はい、例えばオープンフェースに使う人と、はい、シャットフェースに使う人によって、はい、ちょっとバランスは変わる部分はあるんですけど、はい、基本的には回転運動っていうのは絶対し続けていかなきゃいけないですね、はい、ただ体を回転しようと思っても止まる部分って限界値があるんで、はいはい、なのでそれはご自身の中で限界まで回転していくのはいいと思うんですけど、顔のアングルとかそういう残せるものをしっかり残していくっていう、だから一応この軸っていうところで、はい、例えば練習ですけど、はい、まあ、これもうちょっと見えやすいようにこれが中心ですよと、うん、はい、大体中心ですかね、はい、あ、もう中心です、はい、なので今その中心よりも自分が絶対にこっちに行かないでこうならない、はい、であのさっきのダフるような感じで一回スイングしてみてください、はい、内側から、お、そう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 、上がってきた、おお、うん、で多分、まあ、この後ちょっとアフタービフォーアフターのスイング取った時に、はい、最初のビフォーよりも間違いなくこっちがあの縮まってないのと、はいはい、ちょっとずつこの逆戻りのシナリオが使えてる映像になってると思うんですよね。なるほど、全然今までとかこの軸もずれてればソールを感じたことになる、うん、こんな安心、今は結構僕手前からダフるイメージでは打ってるんですけど、うん、まあそれでも届かないぐらいなんですけど、うん、はい、やっぱ上げたくなりますからね、ソールを使えればこう振っちゃう場合があるんで、はい、もうちょっとだけ打っていいですか、はい、どうぞどうぞ、おお、ちょっとずつ伸びてきたっていう感じ、はあ、うん、違う、なんか自分の体じゃないみたい。なるほど。まずはその、はい、まあ、このヘッドが大きいってことで安心感を覚えるっていうことと、シャフトが使えないと基本的には飛ばない、はい、まあ、球が前に行かないので、はい、そこを感じるのをまずやらないと多分、はい、
こう、まあ、いろんなスイング理論があったとしても、うん、それ取り入れても、はい、本質がこうできないということですね。そうですね、うん、本質、このフェアウェイウッドが安心があるっていうのは僕は今まで一回も感じなかったですけどこれだけ手前からラフってソール滑らせられるんだったら、まあまあすごい安心ですよね、本当に。ね、さっきこうご自身で打たれてて、うん、手前に入れよう入れようと思って、そんなに入ってる感じないじゃないですか、はい、なんか滑ってるなっていう感じします、ね。はいはい、結構やっぱこのゾーンを作っていくっていうのはすごく大事ですね。これはアイアンとかウェッジとか、うん、まあドライバーもそうですけど、はい、全ショットに結構共通する、なんかこれ次全然全然アイアンとかウェッジ見てもらってもいいですか、はい、じゃあアイアンやっていきましょうか、はい。じゃあ次、はい、ちょっとアイアン、まあそれを、アイアンでこの応用編というか、はいはい、僕がちょっと球が抜けてて距離がばらついてるところもちょっと見ていただきたいなと思います。